トンネルからスタート。やばい、ちょっと待って。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。オルビットでーす。今日のラインナップは、運転手、宮島優子ボボ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 そして助手席、ユーゴのアシスタントを務めます、シュンヤオサワイエーイ、まあ、今日は、あれですね、スタッフさんもなし、そしてメンバーだけのプライベート Vlog になりまーす。貴重ですね。貴重ですね。なんで、今日は、ね、ジュンくんがちょっとスケジュールがあって参加できなかったんですけど、今日はね、暇してる3人で。暇してるって言い方悪いな。ドライブ。鎌倉湘南ドライブを、ユーゴくんのね、運転の練習を含めて行こうかなと思います。お願いしまーす。これからはどこ行きますか？今日は、完全、僕、プレゼンプランですね。ありがとうございます。ありがとう。この後は、アンダーザ・パルモ。アンダーザ？アンダーザ・パルモ。パルモ。ペルモ。パルモ。いいね。はい。っていう、湘南にある、湘南葉山にある、海沿いのちょっとカフェにランチをしに行きたいと思います。お腹空いたんでね。今日食べました？なんかご飯を食べました。だからおー、いいね。じゃあコーヒーと昆布です。昆布昆布昆布は昆布で、何も食べてないこと。うーん、昆布、はい、僕は湘南にいたことあります。あります？え、いつぐらい行きました？5、6年前くらい。4と一緒に。おー、いいね。その時はなんかどこ行きました？カフェですか？わかんない。でも結構昔だからあんまり記憶ないです。結構歩いた感じがします。いいよ。順調。おー、今はコーナーを開けます。イエス、コーナーを開ける。いや、いいね。さあ、俺たちはランチを食べれるようになるかどうか見てください。皆さん、ね、ランチ食べてたら、ああ、よかったっ。次のシーンに、うん、そうそう、続いたら、そうそうそう、生きてることです。確かに。よかった。なんといいですね。僕たちの箱は、急に、出ました。生命。命。めっちゃいいわ、よかった。まあ、めっちゃいいわ。任せてください。どこだよ。気持ちがすごい。ギョッ、ちょびっと歩きそうなの。もうちょい。まあ、サーフィングか。いいね。いいですね。湘南はそれが有名です。なるほど。さっき車で海見たらめっちゃ綺麗かった。あ、本当ですか？うん、綺麗でした。いいですね。あ、こういうお店いいよね。なんか昔っぽい。いいね。ランチ食べに行きます。ランチ。静かだわ。かわいい。かわいいね。あ、なんか美味しい匂い。ポップコーン。なるほど。ポップコーン。ゆこはカメラ撮りに行って。あ、シュニャ戻ってきた。シュニャ戻ってきました。
あ、飲みました。ごめんなさい。送りました。バイバイ。バイバイ。あなたの目に一夜。おお。何でしたっけ？瞳。この島の匂いがさ、めっちゃ景色いいわ。結構近いよね。天気良すぎっすね。ハワイやん、ハワイ。ですね。ハワイに来てますよ、今。言ってもわかんないぐらい。車で来ました。車でハワイまで来ました。自分の車で来ました。ハワイまで。ヨットいいな、ヨットの船から。めっちゃ、なんか、すごい、焼けるんですか。でもいいかな。食べます。食べます。スプーンで懐かしい。うまっそっ。どなた？え、それって去年の8月でしたっけ？うまっそっ。早くてよ。いつだったっけ？あれか、日本行ってくれんのか。いるときなんですか。あ、あ、怖いんじゃないんだ。なんか、マジで。あった。パパ。パパ。美味しい。いただきました。うまそう、マジで。いきます。はい。ね、ありがとうございます。すいません。あっちです。ありがとうございます。うまそうって。ステーキプラウン。Yes。ステーキは、あ、ナイフのね。ステーキだけ最初に行こう。え？次は？セルフ交換のね。入れてる。撮ってない。さっきまで。うん。やば、もう一回やる。大丈夫大丈夫。選手の方気をつけてください。後ろ。うん。まあ落ちたら落ちたでいいよ。ユンドさん、チェジュってこんな感じですか？ああ、確かに。めっちゃ違う。いや、なんか似てるね。海の感じが。色が、うんうん。似てます。ノーケリングしたいな。何回目？全部一緒。やったことある？え、めっちゃ大好き、おいしいの。え、あれってさ、あれじゃないの？免許必要じゃないの？これ、スキューバーダイビングですよ。スノーケリングがたださ、ここにゴーグルにこれがついてる。行っちゃう？行くか。着替え持ってきたんでしょ？うん、持ってきたよ。すごい、プライベート。まあね。撮りました、いいもの。はーい。わーい。わーい。こっちの方がいいかも。いいですか？こっちの方がいい。海入りたい。しゅんや、入ってよ。岩は？いける？おー、いいね。おー。
ぬるいんだ。うわ、それだ。僕2月に生まれたから、うん、そういうのはあるんじゃない。夏に生まれた人は夏が強いし。確かに僕2月だから多分。冬の方がまあいいかも。なるほど。寒いのはめっちゃ切ったら大丈夫じゃん。うん、あ、でも暑いのはめっちゃ抜いても分かる、うんね、どうリミットがあるじゃん。確かに確かに。服に返して、うんうん、僕も冬の方が好きですね、どっちかって言ったら。いや、暑いのをマジでちょっと無理です。ユーゴはどっちも好き。お、いいね。つわものいた。地球が喜んでる。 なんていうの、あ、サバイバルが強い。なるほど。あの、暑いと寒いの好きだった。見えますよ、僕は。年齢かもしれない。それもある。ユゴはね。うん。ユゴと僕たちから。あるでしょう。だんだん無理になってくるもん。俺は小学生だったらどっちも良かったもん。そういうの思ってないよね。本当に。なんか、ね。昔までは冬が好きだった。なんで、なんで僕が好きだったの。誕生日が12月だから。はぁ、なるほど。あ、プレゼントかとか、まあなんか、あ、確かに、うん、寒いの好きだったから、あのクリスマスプレゼントと、はい、誕生日のプレゼントと一緒にもらえた。1個もらえた。2個ですか。あ、いいね。なんかそういうのって子供の時、あの、クリスマスと誕生日一緒にもらったら、なんか寂しいじゃん、子供の時は。ですね。うん。でも別にちゃんとやってくれたんだ。最高最高最高。はい、では車に着いたので、移動しましょうか。改めましてよろしくお願いします。松田と申します。はい。で、真ん中に集まってください。電動ロコやったことあるという方はいらっしゃると思いますね。はい。色もこんな感じになります。茶色い粘土に緑の釉薬がかかります。で、この緑色なんですけども、多少茶色くなったり、少し青みがかったり、白い部分が浮き出たりとかする場合があります。で、釜の中の出来事なので、仕上がりにちょっと幅があるんだなと思っていただければと思います。よろしくお願いします。で、上から見て丸いものだったら大体何でも作れるんですけども、作りたいもの決まってますか？じゃあ特に長いコップ作りたいです。高い、はい、背の高い、はい、ここまで言ってないですけど、背が高いものとか平らで広いものとか結構難しいです。なんでかなり挑戦っていう感じで、まあ、やっていきますか。はい。この柱を指の腹全体使って包むように触ります。で、親指を1本だけ乗せます。乗せた親指でど真ん中に穴を開けてください。ズボーっと指先を下に押し込むように穴を開けます。穴を開けたら少しだけ開きます。この時開けた穴の底が器の底になりますので、基本的にはこれ以上掘り進めないです。どうするかというと、周りにできた粘土の壁を薄く上に立ち上げていくことで器にしていくということになります。左手が支えで、支えの上に右手を乗せて粘土を掴んでいくということです。本指で触ったら、滑らせた状態のまんまゆっくりゆっくりと粘土を掴んでいきます。いきなりギュッと掴むと歪みの原因になるので、ゆっくり掴んでいってください。下の方で掴んだら、ゆっくりゆっくりと上に持ち上げていきます。指の上の出っ張りが上に上がっているのが分かりますか。親指の上に乗っかっているものですね。こんな感じでゆっくりゆっくり上に引き上げていって、一番上の縁のところまで指先を持ってこれたら、ゆっくりと手を離してください。あとはこの作業の繰り返しで 4,5 回に分けてだんだん薄く背を高くしていきます。では、作る前に粘土の表面の感触を確かめていきますので、少し早めに回してください。大体これぐらい。作るときはもうちょっと遅くです。回しながら前にある水をベタッとつけて、水気を離せに手のひら全体でベタッと触ってみてください。力を入れずに触るだけです。
水分を粘土につけるように触ります。今のところつるつる滑っているはずです。でこのまま触り続けると水気が切れて抵抗が強くなります。なんとなく重いライトが吸い付くなって感じになりますので、それまでじーっと触って待っていただきたいんですけれども、意外とここ時間かかっちゃうのでドローを取っていきます。ちょっと手が持ってられる感じになってると思います。そしたらもう一回しっかりと水をつけて、水分を粘土につけるように触ってください。そうするとまたスルスルと滑り出します。こんな風に粘土に水とか手にこういう湿った柔らかい泥がつきますので、こういう泥をつけたりして、常に滑っている状態で作っていきます。なので手は汚いまま作っていきます。手は洗わないようにしてください。同居の方から柱作っていきますので、奥の方ちょっと待っててください。湯飲み、指一本で、指一本に上がってます。はい、はい、もうちょっと、はい、指先をと吸い込ませるようにしてみます。もうちょっと、ドアの中だったらそんなに力いらないかも。やりすぎちゃうとめちゃめちゃバカでかいものになっちゃう。これですか、もっとなんかもうちょっと深いのがいいですよね。Thank you.
しい。はい、ありがとうございます。この辺もちょっとコロンとされて、はい、そうですね、ありがとうございます。では、中の方で食べてください。はい、コップが作ったもの、融合を、陶芸体験終わりました、どうでしたか？運動するみたいな感じで、うん、息が息コントロールするのが一番難しかった。確かに難しかったです。めっちゃ最終的に先生がやってくれたのをほぼ完成品にしました。そう、オルビーのアート担当3人ですからね。そうです、写真とフォトグラファー、あと画家と、デザイナー、グラフィックデザイナー、3人ですから、作品楽しみにしててください。はい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。この後はちょっと時間あるんで、鎌倉ブラブラ観光しましょう。はい。イエーイ。ありがとうございます。2ヶ月後か。作品は2ヶ月後に届くみたいなので、楽しみに待ちたいと思います。